今日触れていきたいのはサーモキャップといいまして、白っぽくなってるのがわかるでしょうか。熱すぎる戻るタイプと戻れないタイプがあって、どっちも選べると。今こちらのビット関係のコーナー行ったんですけど、次こちら面白いんですけど、これはブレーカー、僕らだったら停電作業とかするんですけど、勝手にブレーカーとか入れられたら危ないんで、絶対にオンできないようにするやつで、今日触れていきたいのはサーモキャップといいまして、僕らTIC とか呼ぶんですけど、これがね、要するに保安協会の人とかってこうサーモグラフィーとかで温度が上がってたら電線に熱が持って危ないよということでチェックしたりするんですけど、これは熱を持ったら色が変わるんです。で、今日は実際にやってみたいと思います。これが色が熱くなったらマーカーの跡が残ることなんで、ちょっとやってみましょうか。で、これヒートガンで、500度までいけるんで、おお、黒になった。こういう風に黒くなりましたので、実際にはここに端子があって、端子が75度の熱を持ったらこういう風に黒くなって、メンテナンスに来た時に、あ、これ黒くなってる、ちょっと電気が加熱してるぞというのがわかるみたいです。戻らないタイプなので、もうずっとこのままなんで、後から来た時に、あ、この1回熱持ってると。で、戻るタイプもあるんです。これが戻るタイプで、1回発熱して色は変わるけど、後から普通の色にまた戻ると。一回これ2つとも炙ってみます。白っぽくなってるのがわかるでしょうか。ならへん。お、真っ白になるやん。めっちゃこれ熱ければ熱いほど白に近づいていく。今グレーみたいな感じなんですけど、こっちに関しては、あ、ちょっと熱すぎる、ちょっと逆に TIC 溶けちゃったんですけど、これわかるでしょうか。これが通常の状態、こっちが熱を持った状態ということで、これは何分か経ったらまたこの色に戻るんで、皆さんこれ覚えておいてもらって、一回これでいきましょう。要するにこれと同じですね、はい、いつもはこうだけど、ちょっと発熱状態が来たらこうなってるから、ちょっとこの電線は危ないぞというのが一目瞭然でわかると。だからね、保安協会の人じゃなくても、工場作業をしてる方がここが白くなってるっていうのでね、電気屋さんに電話したり、大きな事故を防ぐために、便利な商品だと思います。で、これ、まあ、僕ら結束バンドとか呼ぶんですけど、普通の TIC に結束バンドを巻いて温度が変わるやつもあります。ちょっと2個使いしますね。ちっちゃいのないんで。ここでいこうか。施工済みのとこにこれを巻いとけば、何色なんやろ。お、お、白くなりましたね。こんな感じで白くなりました。なので、色が変わらないキャップにもこれを巻いとくことでわかると。この結束バンドタイプについては、戻るタイプと戻らないタイプがあって、ちょっと今混ぜこぜになっちゃってるんですけど、どっちも選べるということです。これがサーモタイプ。発熱なしだったら赤色だけど、発熱中は赤色になるよと。で、これが今言ってた戻るやつで、これは戻らないやつ。せやから、もう一回加熱したらもうずっと記録として残したいなら残る。でも、まあ一時的に温度が上がったりするんだったら、まあこちらの戻るタイプの方がいいのかな。ちょっと用途によって使い分けてもらって。面白いのを見っけて、サーモマーカーといって、こちら、僕ら、マス締めとかするときに、ぴょんと赤色とか黒色とか青色とかやると思うんですけど、これも赤色から黄色に、あ、これね、色が変わると。で、それがあれ。今日はちょっと、サンプルがないのでできないんですけど、これはこれで便利かなと思います。ちなみにさっきのキャップ、白くなってたのがこういう風に色戻りました。こちらが戻るタイプで、あとまだもう一つ面白いのがあって、サーモカラーセンサーといって、これがまあ実物ね、10枚ぐらい入ってんのかな。こういう風に設備機器とかに貼るのかな。70度まで1回行ってるで、1回80度まで行ってるで、1回90度まで行ってるでみたいなのを記憶を残せる
で、こっちは何年の何月に施工した、施工というか何月に貼ったよっていう日付をかけるタイプで、今日はこっちの日付付きを使ってみたいと思います。で、ここに貼ってみたんですけど、やってみましょうか。お、お、赤になってきた。すげえ。見えたでしょうか。黒、お、もうこっちが溶けるぐらいやな。だからこれと同じように赤、青、黒になったので、もう90度以上まで一回行ってるぞーと、危ないぞーということで、まあシールなんでね、施工した後でもペタって貼り付けるだけなんで、これはすごい便利な商品だと思います。まあこちらね、気になった方ジャッピーさんに問い合わせてもらえたら教えてもらえますんで、電材店など問い合わせてみてください。配電盤の端子部からの火災か、大きなニュースになっていますね。定期点検しても火災事故の防止って難しいんですか？そうですね、配電盤を定期的に点検していても発熱自体は目に見えるものではないので、一般的には予防はどうしても難しくなると思います。そこで今回は配電盤、動力盤、制御盤など盤内における発熱を見える化する製品をご紹介します。発熱が見える化できれば点検もしやすくて安心ですね。どんな製品があるんですか？ジャッピーでは4種類の製品を取り扱っておりますので、順番にご紹介します。まずはサーモキャップの紹介です。こちらの製品は圧着端子の絶縁キャップの代わりに装着するだけで準備完了です。え？これだけですか？はい、他に特別な作業は発生いたしません。あとは75度以上に発熱するとキャップの色が変わってお知らせしてくれます。動画で見ていただきましょう。真ん中の端子が75度以上になり、サーモキャップが変色する様子がわかるかと思います。これは便利ですね。一度変色したら戻らないのですか？用途に応じて使い分けが可能なように、発熱が収まると変色が戻る可逆タイプと戻らないメモリータイプの2製品をラインナップしております。またキャップの色も4色揃えておりますので、配線ごとの使い分けもできます。発熱箇所が見えることで異常箇所の特定はスムーズにできそうですが、今まで通り定期的に見に行く必要があるので、盤が大きかったり数が多かったりすると手間はかかりますね。何かいい方法はないでしょうか？そういう場合には熱センサーと組み合わせる方法がおすすめです。発熱している盤の場所を通知して、担当者がその盤内のサーモキャップやこの後紹介するサーモ体などを確認して異常箇所を特定するという使い方をされているユーザーもいらっしゃいます。なるほど、盤内のすべての部位を熱センサーで網羅するにはスペースもコストもかかるので、熱センサーとサーモキャップを組み合わせることで費用も抑えて効率的に異常箇所の特定ができますね。サーモキャップはとてもいい製品だと思うのですが、端子カバーの形状なので季節の設備に取り付けるには手間がかかりそうで、季節用に手軽に発熱確認ができる製品はありませんか？もちろんあります。こちらのサーモ体となります。サーモ体は結束バンドと温度感知部が一体化しており、既存の端子カバーの上からバンドを巻くことで手軽に装着が可能なことが特徴になります。巻くだけなら既存の設備にも手軽に導入できていいですね。はい、サーモキャップと同様に可逆タイプ、メモリータイプをラインナップしており、用途に合わせて選択いただけます。またサイズもご覧のサイズを用意しており、幅広い電線サイズをカバーできます。ここまでで2製品紹介しましたが、ジャッピーでは他にも発熱の見える化ができる製品を取り扱っておりますので、合わせてご紹介します。次にご紹介する製品はサーモマーカーです。マーカータイプとなっており、インクの色が変色します。こちらは65度以上で変色を始め、80度以上になると変色ロックがかかり元の色には戻りません。ネジの緩みを確認するためにマーカーで印を入れることがありますけど、このマーカーを使用すれば緩みと発熱を同時に確認できて一石二鳥ですね。そうですね、マーカーという特性を活用すれば利用方法は広がるかと思います。
そしてもう一つ、簡単に異常温度をチェックできる製品としてシールタイプになっているサーモカラーセンサーがあります。こちらは電気設備などの発熱が懸念されるものに貼るだけで管理できます。変色する温度も50度から105度までと幅広くご用意しております。また1温だけの表示タイプだけではなく、10度間隔の3温表示タイプもあり、3温表示タイプをご使用いただくと何度まで到達したのかが一目瞭然です。70、80、90度のシールを使って70度と80度まで変色していて、90度は変色していなかった場合、90度にはならなかったということですよね。そういうことになります。使用開始日を記入できるタイプも用意しておりますので、定期的にチェックするという安全対策にもご活用いただけます。サーモシリーズ4種類それぞれ特徴があるので、ケースバイケースで使い分けができますね。異常を早く検知することで被害を最小限にとどめることができるかと思います。今回はサーモシリーズ4種類をご紹介いたしました。今回目玉、これシールパテライト軽いベタつかない。電気屋さんが使う工具はもう大体網羅されてるかな。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。